皆さんこんにちは、Bレジェンド上野です。今回は筋肉がつかない理由というものを考えていきたいと思います。まず1つ目、トレーニングの追い込みが足りない。2つ目、効かせるトレーニングに偏っている。3つ目、重量回数の更新を目指していない。4つ目、トレーニングに集中していない。5つ目、トレーニングの頻度が高すぎる。6つ目、種目の変更が多い。7つ目、避けている基本種目がある。8つ目、目標設定が甘い。最後9つ目は、そもそも筋肉はそんな簡単につかない。筋肉がつかない理由について項目ごとにお話をしていくんですが、その前に大前提として筋肉をつけるために必要な3大要素っていうのがありまして、運動、栄養、休養、この3つになるんですが、それぞれについてはある程度全て満たしているという条件のもとでこの話をしていきたいと思ってます。この3要素のうちどれかが欠けている場合、そこの改善をして筋肉をつけていくということができるんですが、今回はそれよりさらにもう一つ上の話を進めていきたいと思います。9つ項目があるんですが、結局のところ全て1つのところに集約される話になってきます。それは何かというと、トレーニングの強度が足りない、ここに結局つきます。で、それに付随しての項目9つお話ししていくような形になります。まず1つ目のトレーニングの追い込みが足りないという項目なんですが、皆さんトレーニングをしていく中である程度こう疲労がきてトレーニングのセットを終了すると思うんですが、この疲労がどれくらいのものなのかによって追い込めているのかいないのかっていうところは変わってきます。で、例えばなんですが、やっていくうちに、特にその大きい筋肉の種目であれば呼吸が上がってくる種目もあったりします。呼吸が続かなくなったからやめてしまうというのも疲労の一つなんですが、それ自体は筋肉自体の疲労とはまた別の話になってくるので、筋肉自体は追い込めていないというところがありますね。あとはこう動かしていく中で疲労が溜まってきた感じがある。あ、これで疲労溜まってきたなっていうふうに思ってそこでやめてしまう。これは確かに疲労自体は溜め入れているんですが、まだ動かせますよねっていうところ、どれくらい追い込めばいいのかというところで言うと、もう狙ってる筋肉が動かなくなるくらいまで本当は追い込んであげる必要があると言えます。で、動かなくなってきたところでやめるも一つですし、動かなくなった後ここからいかに動かしていくかっていうところでさらに追い込めかけるっていうことも非常に有効になっていきます。例えばペアでトレーニングをしている場合は補助についてもらって、動かなくなったところから補助を入れてネガティブの局面だけでも耐えるようなテクニックだったり、あとは軽く他の筋肉の部位を使ってあげる、アームカールを体を立てた状態でやってたものを少し体を振って行うチーティングというテクニックだったり、あとは動かなくなってきたところから数秒ですね、一旦一休みして、そこからあと1回2回3回行うようなレストポーズといったテクニックだったりを使って、本当に動かなくなってその先まで目指していくようにすると初めて追い込んだと言えるのかなというふうに思います。項目2つ目の効かせるトレーニングに偏っているというところも、効いてる効いてないっていう感覚はトレーニングをある程度積んでいく中で感じることができるようになってくると思うんですね。これに対して効いてるから OK という効いてることをゴールにしてしまうと、その先っていうのはなかなか伸びませんよねという話になってきます。効いてるというのはある意味その最低限のところで、効いてる上でもういかに動かなくなるまでやれるか、動かなくなった先どうやって続けるかというところになるので、もう一つ上の段階を目指してもらう方がトレーニングの効率としては高くなるというふうに言えるかと思います。項目3つ目の重量だったり回数だったりの更新を目指していないというところも、ある程度その種目によっては回数だったり重さだったりを固定してある程度効いてて疲労が入ってる感じがあれば OK ということで、そこで止めてしまうような種目が作ってるような方もいらっしゃるかなと思うんですが、例えば10キロで10回できた種目、それをずっと続けててもやっぱり発達というのはなかなか見込めないので、10回できたものは次回は12回、
さらにそれができた場合、次は15キロで10回を目指すというような感じで、重さと回数を更新をするというのをどの種目でも目指していただくということが、またこれも追い込むというところにつながってきますので、ぜひ見直していただければと思います。項目4つ目、トレーニングに集中していないというところなんですが、これ結構ねあると思います。インターバル中だったりは多少ねリラックスをするのはいいのかなと思うんですが、種目に入った時に重りをいかに上げるかっていうことに集中しているかいないかで、10回できるのか12回できるのか15回できるのかっていうのは変わってくると思うんですね。少なくともセット中は重りを上げるっていうところに集中をしてもらった方がいいのかなと思います。インターバル中もですね、追い込むとやっぱきついんですよ。息も上がるしフラフラになるので、インターバル中はその息を整えたりフラフラになっている状態をちょっと抑えたりっていうところに時間を使ってあげた方がいいし、いたずらに長い時間インターバルを取るのもせっかく追い込んだものがもったいなくなってしまうので、ある程度ねご自身で気持ちの区切りをつけれるようにしてもらった方がいいのかなと思います。トレーニングしてる時にその集中をいかにするかっていうところなんですが、普段からその辺集中をする訓練をしてないと、なかなかトレーニング中の集中ってできないと思うんですね。毎回のトレーニングが集中をする練習だと思ってそれを継続していくと、本当に集中している状態に近づいてくると思うので、気持ちの作り方というのをちょっと見直してもいいのかなと思います。5つ目のトレーニング頻度が高すぎるっていうところなんですが、結構しっかり鍛えてる方だと1週間に各部位1回ないし2回くらいを刺激を入れるようなトレーニングルーティーンでされている方が多いかなと思うんですが、頻度を高めることができるということは回復がその分追いついてますよっていうことなんですね。で、それをもうちょっと考えてみると、一つ一つのトレーニングで疲労を与えることができたとしても、与えることができた疲労がそれが小さければ回復も早いですよねっていうところ。もう少し簡単に言うと、しっかりと追い込んでいたらそんなに頻度って高くできないよねっていうところですね。特にトレーニング始めたての方だったり初心者の方であれば、自分が鍛えたい筋肉に対して頭の方からこう信号を出せていない、俗に言う神経系の伝達がまだ鈍いと言われている時期に関しては、神経系の伝達を高める場合頻度を上げるっていうのはプラスに働きます。野球でいう素振りみたいなイメージしてもらえるといいと思うんですけど、反復していただくっていうのはすごくプラスに働くんですが、しっかりと疲労させてしっかりと回復させるっていうところについては、私の場合そのステロイドだったりそういったところを使わずに筋トレをしているので、回復ってなかなか追いつかないんですね。なので1週間に1回疲労をさせて、それを1週間で回復をさせるようなイメージで今はやってます。で、それくらいの疲労を1回のトレーニングで与えることができるようにしていただくというのが、より筋肉をつけるためにプラスになるのかなと思います。6つ目なんですが、トレーニングの種目の変更が多いっていうところですね。これについては、例えば新しい種目をやり始めると、でそこに対して最初からその種目でオールアウトができるかっていうと、なかなか難しいと思うんですよ。種目が変わって新しい種目をやるっていうことは、またそれに対して新しい神経系の伝達が必要になるので、ある程度回数を重ねてやっていかないと、思うように狙った筋肉に刺激って与えにくいと思うんですね。筋肉が大きくなっているわけでないけど、最初のうちは重量って伸びると思うんですよ。その時って結局神経系がつながってそれができているっていうところです。で、神経系がしっかり通るようになってから、ここからが実は大事で、ここからいかにその決められた重量を1回でも多く上げれるかというところになるので、ある程度やはりやり込みというのが必要になってきます。なので、それをこう頻繁に変えてると、その状態までいかないうちにこう種目が変わっていってしまうので、結果としてそれは強度の高いトレーニングができていないよねという話になります。ちなみに、まあ私がトレーニングしていく中で種目の変更でいうと、私はかなり少ないと思います。例えば胸の種目4種目5種目やる中で、年1回 1,2 種目をちょっと変えるかなくらいです。
大会がない冬場のシーズンに大会が終わって切り替わるところで変えることが多いんですけど、まあ、やり込みっていうところで大事にしているので、そういう形になっています。私もトレーニング始めて 2,3 年目くらいの頃までは雑誌に載ってるトレーニングを片っ端からこう試したりとかもしていた時期はあってたんですが、まあ、それが果たして筋肉をつけていくための最短ルートなのかっていうところは一旦見直していただければかなと思います。